おはよう、やめっち。おはよう、みずきちゃん。ん？どうした？元気ないん？いや、全然そんなことはないけど。けど？マラソン大会、嫌だなって。本当に嫌なんだよな、マラソン大会。今すぐ配信してほしい学校の行事ランキングは圧倒的1位なんだよな。普通の体育の授業だって嫌なのに、マラソン大会なんて体力の楽しみも知らないオタクからしたら、もう新手の拷問なんですよね。早く帰りたい。わかるよ。嫌だよね、マラソン大会。あ、みずきちゃんも？そりゃそうっしょ。汗かくし、髪乱れるし、メイクも落ちるしね。理由ギャルなんだよな。ギャルだから。大丈夫だよ。安心してよ。みずきちゃんは仮に浴びるほどの汗をかいてたって水も滴るいい女ですからね。心がどっこいすっとこどっこい。私が汗ぶしょりかきながらヒーヒー言いながら走る姿と来たらもう平易暴発。ようやくすっとマジ汚い。なんだよな。そうだよね。ねえ、やめっち。はい。なんでございましょう。うちら。一緒に走らん？一緒に走るんだよな、ギャルだから。よかった、そこはみずきちゃんもギャルだった。普通のギャルだった。後ろの方でダラダラ走る普通のギャルだった。やった、ただの走る拷問がみずきちゃんとの軽いおしゃべりランニングになったと思えば、棚からボタン持ち、あげたらあげ持ちじゃい。もちろん私でよろしければ。やった。でもうち足引っ張ったらごめんね。いえいえ、そんなの私の方こそ。一応うち今日のために毎日走り込みしてたんだよね。毎日走り込みしてたんだよな、ギャルのくせして。 What do you mean？ すごいね、走るのとか好きなの？いや、別に普通よ。え、それじゃあ、なんで？ほら、この前の保健体育で習ったでしょ？適度な運動は健康にいいって。保健体育で習ったことは絶対なんだよな、みずきちゃんだから。適度な運動は健康にいいなんて誰もが知ってるけど、ほとんどの人ができてないのよ。言うはやすし、行うは私、坂道一派は秋元やすし、この道走るは我らがみずきし。やめっちは？走るの好きなの？え、私？いや、全然そんなことは。騙されないよ。え、何のこと？だってやめっち、ほら、その靴、長距離走っても疲れにくい、いい運動靴でしょ。いい運動靴履いてんだよな、オタクのくせして。なぜって？ Yes, because, オタ活。まあね、オタクですからね。一日中オタ活しても疲れにくい運動靴を履く。こんなのは常識。オタク界隈のいわばチュートリアルみたいなもんなんですが。ええ。まあ、そうだけど。さてはやめっち。かなりの実力者でしょ。こりゃ、うちも本気出さないといけないね。マラソン大会で本気出すんだよな、ギャルのくせして。いや、全部勘違いなのよ、みずきちゃん。私なんかオタ活のためにおしゃれを捨てて運動靴履いてるただのオタクで、決して走ることに身を捧げたランナーではないのですよ。みずきちゃん、それは勘違いで。わかってるよ。え？やめっち、マラソン大会嫌だって言ってたけど、本当はさ、みんなに自分の凄さがバレちゃうから嫌なんでしょ。なんか私すごい人だと勘違いされてるんですけど、ただのオタクのくせして。いや、そんな超人パワーをひた隠すアメコミ的な展開ないのよ。本当に走るのが嫌いなだけのオタクなんですよ。みずきちゃん、それは違くてですね、私はシンプルに。おい、そろそろ始めるぞ、整列しろ。あ、始まるってさ。よし、お互いベストタイム狙おうね。ベストタイム狙ってるんだよな、ギャルのくせして。まずい、このままではまずい。こんなやる気に満ち満ちているみずきちゃんの横でやる気のない私がダラダラ走るわけにはいかない。ここははっきりと一緒には走れない旨を伝えねば。みずきちゃん、やっぱり私と走ったらみずきちゃん1位になれないと思うし、別々で走った方が。1位？いや、順位はどうでもいいよ。ただうちは昨日の自分よりもいい自分になってたいだけだし。かっけえんだよな、みずきちゃんだから。それに一緒に走ろうって言ったのはうちだよ。もしやめっちが転んだら、うちは抱えてでも一緒にゴールするよ。ちなみに聞きたいんですけど、それはスタートして1歩目から転んだ場合にも適用されますか？よし、お前ら位置につけ。よし、行くよ、やめっち。クラウチングスタートするんだよな、マラソン大会なのに。もう、こうなったらやる気ないっすね。走りますよ、みずきちゃんの隣を。世界の始まり、やるまい。お前らよく頑張ったな、おめでとう。やったね、やめっち。なんか2位になれちゃったんだよな、オタクのくせして。よく考えたら私、ゲームでもよくリセマラしてるし、マラソン結構得意なのか。オタ活で培った体力、意外と無駄になってないぜ。今日も動画見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくね。マラソン大会のご褒美でありました。私はキャラメルをもらった記憶があります。みんなはどうかな？また次の動画で。